思いました。奥平義元、そんなに前に出てきてどうする。実力を認めてもらうため戸村監督と勝負をする匠と郷のバッテリー、ドラマ前半の大きな見せ場です。はい、チームスタートが遅い。野球のシーンではキャッチャー役の高田くんはほとんどしゃがみっぱなし。足腰の負担はかなりのものです。遊びでしかやったことなかったんで、構えとか全然分かんなくて、意外と体勢がつらいなっていうのが結構印象的で、投げ方も違いますし、ずっと座ってるとなんかもう足が痛くなっちゃって、結構もうきついですね、いつも。はい。天才ピッチャー原田匠の実力を見せつけるシーン。野球指導のもと本番ギリギリまでピッチングフォームを確認します。僕野手の投げ方だったんで、全て改造して全部教えてもらって、ピッチャーの投げ方にしたりとか、やっぱり大きく見せることが一番なんか迫力があるように見えると思うので、家帰ってシャドーピッチングしたり、勉強あるのみですかね。俺の最高の球を見せてやる。クランクインから3ヶ月半、長かった撮影もいよいよこの日が最終日です。最終日頑張ります。どうですか今の。今の気分最後ですけど、なんかこんなに早く終わりが来るとは思ってなくて、結構ショックといえばショックなんですけど最終日頑張りたいと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。野球シーンの撮影のある時はまず肩慣らしのキャッチボールから始めていた中山くん、これが最後のキャッチボールとなります。今日晴れましたね。最高じゃん。この間晴れなかったっすよね。うん、すげえ。最終日よし、新谷が守備ついたよ。はい。3ヶ月半の撮影期間に中山くんの投げるボールはどんどん速くなりました。キャッチ。球結構なんか伸びがやばいですね。最初は普通に取れたんですけど、だんだん力強くなったというか、なんかたまに自分で取ってても押されちゃう時とかあって、やべえとか思って、すごいなっていつも思ってます。真剣な表情3拍で1、2、3、ずっとなった1、2、3。はい。この日の撮影はドラマのクライマックス、最終回の新田東と横手二中との試合のシーンです。はい、じゃあチェックします。はい。カット、OK。 はい、チェックします。次最後のやつですよね。最後のカットですよね。最後足上げて、スパッと、そう、うん、そういうことですよ。今のタイミングだと、
これなんか優しい笑顔、ね、51-1 で終わる。51-1でそんな感じ。チェック。これにてバッテリー全て取り切りです。お疲れ様でした。皆さん並んでください。わかんないよ。相手こっちいいの。はい、みんなこっち集合だ。仲良くどうぞ。このドラマ始まった時に東京から一人で、間違えた、大阪から大阪から一人で来てて、すごく不安もあったんですけど、みんなに助けられて本当に無事取り終えることができて本当に嬉しいです。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。最初始まった時は、すごい、あ、長いなと思ってたんですけど、終わってみればあっという間だったなって思ってますし、原田匠役の中山優馬くんっていう素晴らしい人に出会えたことにまず感謝してますし、それにあの皆さんにもすごい感謝の気持ちでいっぱいです。本当ありがとうございました。